トワダ型補給艦、戸和田型補給艦、戸和田型補給艦は、海上自衛隊が運用する補給艦の艦級。基本計画番号は、J123。まず56中業に基づいて、昭和59年度計画で、ネームシップが建造された後、61中規模に基づき、昭和62年度でさらに2隻が追加建造された。従来、 海上自衛隊が保有する補給艦は、昭和35年度計画で建造した、給油艦、浜名のみであり、遠洋航海部隊への給油等の実任務をこなす、一方で艦隊の洋上給油訓練に従事し、その技量向上に大きく貢献したものの、有事の所要は愚か、平時の部隊訓練の所要にも不足であった。その後、第四次防衛力整備計画で、 海上機動支援体制整備の必要性が認められて、昭和51年度計画で5000トン型補給艦、相模が建造された。その後、海上自衛隊では、ポスト4時防より、護衛艦隊において八艦発揮体制の整備に着手しており、56中行の計画完成時点で、4個、護衛隊軍の近代化が完結する見通しとなっていた。 これらの護衛隊軍は概洋における作戦の主力となる機動水上部隊として位置づけられており、その機動力及び太陽能力増強のため、機襲駅の相模を含めて、それぞれ一隻ずつの補給艦を追犯させる構想となった。このうち56中行ではまず2隻を建造する計画となった。これによって建造されたのが本型である。基本的な能力は、 先行する5000トン型補給艦、相模51青江と同様であるが、その実績を踏まえて大幅な改良が加えられている。護衛艦の近代化、大型化に伴い、作戦行動中の所要補給量も大幅に増加しており、相模の能力では不十分と見積もられ、補給艦も大型化することになった。検討段階では、一個護衛隊軍の作戦行動を、 十分に支援するためには一万トン以上の缶型が必要との見積もりもあったものの、官邸建造経費全体の中で青江に配分できる額には限度があったことか、8300トン型で落ち着いた。ただし、これでも、相模の約1.6倍となっている。設計面で重視されたのが対抗性の向上である。相模では、先行する二千九百トン級給油艦浜名、 35AO よりも高速化されたが、この結果として、補給甲板が波浪の影響を受けることが、他、作業に支障をきたすこともあった。このことから本型では、補給甲板を一層上げて第一甲板を全通させるとともに、船体内の第二甲板両限に広い運搬通路を設けて、これも艦尾の曝露甲板まで通している。 このように交換円の車両甲板線形を採用したことで、洋上補給作業時の波浪の影響が軽減された。また、昭和62年度計画間、時は浜名では排水量がさらに50トン増加したが、これは同時期の護衛艦などと補調を合わせて、居住区のベッドを従来の3段から2段とするなど居住性の向きを測った結果である。レベルの端部には、 ヘリコプター乾板が設定されている。51アオエでは、HSS-2 ヘリコプターの発着に対応していたが、本型では、さらに大型の MHz-53E にも対応した。ただし、同様にヘリコプター格納庫は設置されていない。なお航空運用能力の向上を含めた、船体安定化のため、相模とは異なり、フィンスタビライザーが装備されている。 主機関としては、三井造船の 16V42MA がタブイ型16、気筒機関を搭載した。これは、昭和54年度計画以降で建造された、機雷船鑑定、療養船鑑定、補助鑑定において、標準的な大出力、ディーゼルエンジンとして採用されていたものであった。なお、機械室内は無人化されており、 主機関の制御はすべて機関操縦室内で行っている。洋上移送装置は相模を踏襲しており、その中核となるのが、先路後端から環境構造物までの間の主幹般に設けられた3機の補給用門型ポストである。各ポストの左右両限が補給ステーションとなっている。 右弦側最前部のものが一番補給ステーションとされ、その左弦側が2番以後後方に向かって順番に番号が振られている。1.2番及び5.6番ステーションは液体貨物用であり、短いブームが外弦情報に張り出している。給油速度は片弦あたり1分間に約11キロリットル。一方、3.4番ステーションは物品。 ドライカーゴの輸送用のハイラインステーションとされている。補給方式は、アメリカ海軍では、ファースト、ファーストオートマティック、シュタルトラファーと呼称されており、主として、スライディングブロック、トロリー、トラベリングサーフによって構成される。相模からの変更点としては、カユタンクと兼用とされていた、バラストタンクについて、専用のものが追加されたことが挙げられる。相模では、 バラストタンクを、かゆタンクとして使用した後は、油水分離器を使って、海水と油が混じったバラスト水を排出するという作業が必要であったが、本型では、この作業が不要となり、作業効率は大幅に向上した。一方で、このために、船体の大型化の割に、か油搭載量の増加は、乏しいとされている。なお、搭載量は、合計5700トンと推測されている。 また、ドライカーゴの格納、管内移送手法も大幅に改善し、工数削減を図っている。管内移送手法は、相模では、天井クレーン方式であったのに対し、サイドフォークトロリー方式に変更された。これは、運搬通路に点灯防止用のレールを埋設し、これをつかみながら走行する、電動式フォークリフトである。両弦に2台ずつが配置されている。 格納方式も変更されており、弾薬については、中上のピラートラックを使用した、コンテナ格納方式である、ダネージ方式とした。これは、床面のデッドスペースがなく、単有化面積あたりの搭載数が大きいという、特徴があった。弾薬庫内の移送は専用のフォークリフトで行われ、出口で蒸気のサイドフォークに受け渡すことになる。また、糧食については、量食段ボールを、 大型パレットに格納したままで冷蔵庫に保管し、洋上補給時にはこれをフォークトロリーで運搬する大型パレット方式に変更された。冷蔵庫内部にはパレットを収容するための回転ラックが設置されている。これは床面と天井面に長円形のレールを配置して、その間にラックを保持しておくもので、レール上をエンドレスで動くことができる。これにより、庫内の物資層は 完全に自動化された。なおラック上には最大 500kg の食料を収容することができる。旗甲板には高性能 20mm 機関砲 CIWS 及び MK1376 連装デコイ発射機の装備が考慮されていた。このうちデコイ発射機の搭載は収益後に実現し、また CIWS の搭載に備えた改造も実施された。 ただし CIWS の装備は現在までのところ実現していない。また、銃座が左右両限に装備されており、必要に応じて 12.7mm 機関銃 M2 を装着する。同機関銃は普段は艦内に格納されており、分類上は武装ではなく消火器の扱いを受ける。昭和十九年度計画で建造された、は老朽化した、 浜名 35AO の更新用であり、これにより、相模51青へと合わせて補給艦2隻体制が維持された。続いて、昭和62年度計画で2隻を追加建造することで、4個護衛隊軍に1隻ずつの補給艦を割り当てられる体制が整備された。平成23年度予算で1隻分の寒冷延伸のための改修予算が、 平成25年度予算で2隻分の関連延伸のための部品調達予算が計上された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。